皆様こんにちは、西野麻里でございます。今日は嬉しいご報告をさせていただきます。かねてから日程だけが決まっておりました11月12日日曜日のシューマン作曲詩人の恋西野麻里オリジナル日本語訳詞版全曲コンサート、会場が西田喜太郎記念哲学館に決定いたしました。2時からの開催です。詳しくは西野麻里ブログでまたこれからも発信してまいりますので、皆様どうぞ、このコンサートに足をお運びいただければと思います。さてこのコンサート、もちろんメインは、詩人の恋の全曲なんですけれども、コンサートでは、この訳詞に至る秘話なども話してまいりたいと思いますので、そちらもどうぞお楽しみになってください。続きまして、珍しく予定が少し多めに入っております西野麻里の9月の日程をお知らせいたします。9月10日は関貞子先生のレッスンを受けます。そして9月18日敬老の日ですけれど、先日たまたまネット上で金沢港クルーズターミナルで夕方4時からカラオケ大会が開催されるというのを見まして応募いたしました。まだ出演の可否は分かってないのですけれども、もし出演することができたら、あの金沢港クルーズターミナル広くてとても素敵なところなので歌えると楽しいだろうなと思っています。そしてその次、9月20日ですけれど、3月に開催されました八ヶ岳声楽セミナーの発表コンサートが東京音楽の友ホールで開催されます。私それに出演してまいります。そして9月23日の土曜日が第30回の美女コンサートでございます。皆様どうぞ、いろいろなこと、西野麻里参加いたしますので、ぜひとも、ご来場足をお運びくださると嬉しいです。そしてその他にも FM 河北火曜日の10時からの生放送、 YouTube のアップ、シング喜太郎という歌の会、毎週日曜日と水曜日に開催しております。こちらにもどうぞご参加くださいませ。すべて詳しくは西野麻里ブログに載ってございますので、そちらをどうぞご覧くださいませ。それでは皆様ごきげんよう。